東京の伊豆大島では一人暮らしのお年寄りにおせち料理が贈られました。伊豆大島では少子高齢化が進み、65歳以上の高齢者が住民の3割余りに上っています。島の女性らが地元の名産品を一人暮らしの高齢者に楽しんでもらおうと、2日がかりで煮物などのおせち料理を作り、1軒ずつ配りました。 265人それぞれに良いお年をお迎えくださいというメッセージが添えられています島で最高齢の100歳の藤野恒さんも笑顔で受け取っていました